リーチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。ノンフィクションライターの田崎健太です。今朝もチャンピオンズリーグ、準決勝セカンドレグ、パリ・サンジェルマン対マンチェスターシティ戦を監督経験者ならではの視点で時々辛口でリー・クニヒデさんに振り返ってもらいます。リーさん、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。まあ、ファーストレグ 2-1 を受けてのセカンドレグでしたけども、まあ、どうでした？予想通り、もうファーストレグで決勝に行くのはもう決定してた、そんなゲームでしたから、まあ何しだすかなと思って見てたんだけども、まあ自分たちのスタイルを崩さずに、まあやり抜いた。それからもがいてるパリ・サンジェルマンにはやっぱり連携がない、とてもお粗末なゲームだった、そんな感じじゃないかな。これでも、もし、まあ、ムバッペも最初から怪我でしたし、もう打つ手ないですよね、正直、パリは今日は。リーさんはどうしました？こういうチームなんでしょうね。もう監督を引き受ける時点で、その上手くてすごい選手たちの集合体だけども、連携ってね、そんな簡単にできないんですよ。だから、やっぱり連携のあるマンチェスターシティの方が見てて面白いじゃないですか。あとね、やっぱりリーさんよく規律って言うじゃないですか、決まり事。パリはね、やっぱり最後の最後もそうですけど、まあ荒くなったこともあったんですけど、イエローカードレッドカード出たりとかね、もうなんか結構決まり事というかね、結構やっぱ緩いなと思ったんですよね。まあシティに比べてですけど、もちろんね、まあ、そういうチームですよね。シティはそういうことを、決まり事をしっかり徹底するチーム。リバプールもそうだけど、でチェルシーはちょっとぬるかったとか、でトットナムはバラバラだとか、まあ、そういう意味じゃトットナムに近いのがパリ・サンジェルマン。タイプ的には似てる感じはするけどね。まだ監督もね、ポテチーニもそうですからね、やっぱりね。で、モーリーニも変わったと。だから、やはりなかなか世界でもきちっと規律を持ったチーム作りをする人っていうのは少ないんだなっていうことかもしれない。あ、なるほどね。まあ、やっぱり監督がなかなかどこまで力を出すのかっていうところになってきますよね、今日の試合とかね、やっぱりね。というか、監督を選ぶ人に問題があるんじゃないの。つまりそのマンチェスターシティは、やはり監督を選んだ人が正しい選択をしただろうし、パリ・サンジェルマンは、正しい選択がずっとできないで迷走してるという感じじゃないかな。まあ、お金はかけてますよ、いっぱいいるんだからね。だから、グラディオラをパリ・サンジェルマンに呼べば、やっぱりグラディオラのサッカーになるわけで、そうすると、グラディオラはネイマールをいるのかいらないのかって議論になるわけで、まあ、そういうことが面白いものなんじゃないかなといつも思うけどね。まあ、だから今日も象徴的だったのは、アグエロを最後の最後に入れましたよね。まあ、あれは温情でしょう。です。まあ、間違いなくそうだと思うんですよ。間違いなく。まあ、おそらく移籍するでしょうし、まあ、これまでの功労者ですか、チームのね、その、ペップの前から含めてね。そういった意味で言うと、もう、ペップっていうのは、完全に自分のサッカーはこうだ、それに守らないやつは使わないっていう、はっきり、まあ、物差しがあるんでしょうね、やっぱりね。まあ、物差しっていうか、やっぱり自分の中の基準っていうのがあって、それを崩してしまうと、自分でなくなってしまうわけだから。だからこれは今日の試合なんかさ、日本のスポーツをやってる人にとって日常的に使う単語はいらないよね。つまり日本のスポーツやってる人って根性とかさ、なんで早く攻めないんだとかさ、なんでシュート打たないんだとかさ、そういうことを言う人結構いるんだけど、マンチェスターシティっていうのはもう 0-0 でもいいし、1点取ったら今度ボールを動かしながら攻めないし、イライラさせてくるし、だから日本のサッカーの関係者が見て、なるほどねっていう人がこの増えるとね、日本のサッカーもヨーロッパに近くなるのかなと思うけど、まあどこを見るかですよね、本当ね、あの試合でね。だからこのサッカーをどうやって見るかっていうことで、僕はだから今日のゲームってもし新聞に500文字で書けって言ったら、王者らしい戦いをしたマンチェスターシティともがき苦しんだパリ・サンジェルマンみたいなタイトルなんじゃないかなと思うんだけど、やっぱり王者の風格はありますよね。いや、見習うべき点がすごくあるじゃないですか、パリ・サンジェルマンって。全然ノーチャンスですよね。
だからノーチャンス、まあそういう言い方もあるんだけど、どっち見習うの、うん、どっち真似るっていうと、うんうん、子供たちから見てどっち真似る、やっぱりネイマールうまいよね、そっち見るのか、うん、で今度大人だったら何を真似る、うん、いやあの組織だったチーム、うん、組織だったチームをもうちょっとこう言葉として言語化していくと、うんうん、まずボールの持ち方がいいよね、スピードの使い方がいいよね、うんうん、あと寄せ方がいいやね、足の出し方がいいやね、うん、こういう単語になっていくんだけども、うん、まあそのパリ・サンジェルマンは非常に個のチーム、うん、スティーブはグループのチーム、そんな気がするね、うん、あさだから頭のね、そのボールの持ち方っていうのはリーさんで言うともうちょっと詳しく説明してもらっていいですか。パスしたりドリブルしたり、パスしたりドリブルしたりっていう、例えばディフェンダーがね、ドリブルした人がドリブラーがいて、横にディフェンスが来たら前に行くか、うん、後ろに行くかっていう選択肢なんだけど、前にいたら下げるよね、うん、後ろから来たら前に行くよね、横から来たら選択するよね、前に行くか後ろに行くか、うんうんうん、だからちっちゃい時からそういうことを習慣づけられてるかどうか、最初に誰と出会うかによっても、うん、それ違うんだけども。まあでもそれって、リーさんの言葉聞いてると当たり前のことじゃないですか、ある種ね。たぶん、僕自身が選手時代からそうだったと思うし、うんうん、で、それの重要性っていうのは一番よく分かってるわけだし。当たり前のことを当たり前にできないってことですよね、結構ね。リーさんの言葉としては、今言葉で言うとすごく当たり前じゃないですか。うん。僕パリ・サンジェルマンの選手たちもそれできるんだと思ってるんですよ。もちろん一流ですから、うんうんうん、彼らは、うん、彼らうまいし、うん、お利口なんだけども、うん、グループとして機能しないとこがそのパリ・サンジェルマンらしいというか、うん、どういう監督を連れてくるのかによって、まあ、あのチームも変えられるだろうなと思って、うん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 、だからちょっと質問にちょっとそれたんだけども、いいボールの持ち方っていうのは、もしこれ聞いてる人たちがこれからサッカー見るときに、あ、ドリブルもするしパスもできるな、あの持ち方はっていうのがいいボールの持ち方です。うんうんうん、一つしかできない持ち方っていうのはやはりいいことじゃないんですよ。つまり相手に嫌がれるボールも、あの相手に嫌がられるボールの持ち方っていうのがあるんですよ。うん、例えばフォーデン、だからあれですよね、うん、フォーデンです、まさにフォーデンですよね、うん、フォーデンっていうのはスピードの使い方もうまいし、いろいろな言葉で彼を言い表せるけど、やっぱりパスもドリブルもできるじゃないですか、うん、シルバーもそうだし、うんうんうん、だからあのマンチェスターシティっていうのはその個の力をうまく、うん、利用したグループとしての機能をどう生かそうかっていうことなんだろうと思う。まるで手でやってるようじゃないですか、うんうん、まあ、ちょっと今日前半グラウンドが悪かったんで、うん、ちょっとお互いにやりづらい、もしくはすごくミスの多いゲームではあったけども、うん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 、後半になったら少しグラウンドも落ち着いてきたんで、平らになってきたんでね、うん、ボールの持ち方っていうのは言葉もそうだけど、見せたらすぐ分かると思うね。こんなボールの持ち方がいいですよみたいな、うん、だそういう意味でのお手本、教科書通りの選手が多いというのが、マンチェスターシティで、本当はできるんだけど、うん、それを出さないように、出さないようにってことはないんだけど、出ないパリ・サンジェルマンって、うん、パリ・サンジェルマンの選手たちがマンチェスターシティとこう比べていくと、センターバックが引っ張り出されちゃうことが多いんだけども、うんうんうん、マンチェスターシティのセンターバックは引っ張り出されない、うん、パリ・サンジェルマンのセンターバックは横に引っ張り出されちゃう、うん、まあ、これがこのファーストレグ、セカンドレグを通して映像で見えたことなんじゃないかなと。じゃあ原則論としては、うん、引っ張り出されちゃいけないんですよ、うん、これ基本、うん、これ基本です。引っ張り出されるってリサ引っ張り出されるっていうのをもっと説明してくださいよ。ポジションから離れちゃいけないんですね、うん、シュートシーン、要は真ん中ですよね、うん、そういうこと。シュートシーンっていうのがあるんじゃないですか、うんうん、だから今度マンチェスターシティなんかはペナルティの中に選手がたくさんいて、ペナルティの外に選手いないじゃないですか、うんうん、分かりやすく言うと、うん、だからそのチェンジサイドされるのは全部許しちゃう。だけど、うん、ペナに入ってきたら許さないよ、俺たちはスペースを与えないよ、ポジションから出ないよっていうのがシティであって、うん、
パリ・サンジェルマンはセンターバックの2人は、うん、結構横に出されちゃってる感じがするね。まあ、特にネイマールの方が切り込んでもやっぱり2人3人いってましたよね、最後のシュートとかね、あれね。うん、だからネイマールはそのドリブラーなんで、ネイマールのいい時ってドリブルしながらストンとパス出せるじゃないですか。うんうんうん、今日は彼がドリブルしながらパス出す選手はいなかったね。うんうんうん、まあ、孤立してる感じはしたけども。うん、その藤井さん、引っ張り出されるっていうのは、なんで引っ張り出されたんですか？パリは。ボランチがいないからでしょうね。センターバックの前にうん、だからパリ・サンジェルマン、うん、ボランチのポジションに人がいない、いるべきとこに人がいなかったって感じはするけど、うん、だから引っ張り出されちゃう。だからそのスペースが空いてるから、そこを埋めなきゃいけないってことですよね、センターバックがね。だからディフェンスの原則が徹底されてないようなパリ・サンジェルマン。ディフェンスの原則を徹底してるシティ、まあ、こういうゲームだろうと思うのね。例えばセンターバックがいて、ボランチが前にいて、これが1人だったら三角形を保つんですよ。うんうんうん、2ボランチがいたら四角を守るんですよ。うん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 、だから、センターバックからすると前に2人いる方がいいわけですよ。うんうんうん、で1人の時もあるんだけども、この三角形とか四角形を崩さないってことが原則なんですよ。僕のね、僕の原則ね。うんうん、僕のサッカーの戦術はそうだと思う。うんうん、僕は昔からそういうふうにする。僕と一緒にサッカーした人はみんなそうする。うん、シティもそうでした、今日は。うん、シティはフェルナンジーニョンが入った、うんうんうん、フェルナンジーニョンが入って、うん、ドイツの選手なんて言ったっけ、ギュンタ、ギュンドワン、うん、ギュンドワン、はい、彼は今日はあんまりいいプレーしなかったよね。うんうんうん、フェルナンジーニョン今日どうでした？まあとても足の出し方がうまかったね。うん、ディフェンスボランチとして、うん、スペインの選手、ロドリスだかな、今日出てなかったけども。うん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 、だから、ロドリと、今日はカンセロ、うん、ポルトガルの選手だったと思うけど、はい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 、うん、それがジンチェンコと変わったじゃないですか。うんうんうん、だから、僕はジンチェンコって選手、結構気に入ってんですよ。うん、運動量も多いし。余計なこともしないし、非常に忠実ないい選手だ、ね、うん、地味だけど、うんうん。で、ジンチェンコっていうのは今日1点目に絡んだ選手でもあるんだけど、うん、もちろん。僕、うん、だから、ファーストレグで、カンセロとロドリっていうのがすごく良くなかったんだけども、うんうんうん、だから、やっぱりグラディオラ先発で使ったっていうのはよくわかるような気がする。あ、そうか、ジンチェンコとフェルナンジーニョに書いてきたってことですよね。うん。うん、で、ロネジュニアはやっぱり経験豊かだし、フェルナンジーニョ、はいはい、フェルナンジーニョ経験豊かだし、うんうん、見ててこう地味なんだけど、うんうん、ロドリとは違うタイプ、うん、ロドリってすごく時間を作ろうとする選手、うん、で、フェルナンジーニョはフェルナンジーニョのこう守りの選手っていうかな、徹底した守りの選手って感じがするけど、うん、まあ、レッドカード取りましたよね。あれ当たってないでしょ、だもん。どうかな、なんかあれ、グラウンドからの声が聞こえて、フェルナンジーニョ、フィアダプータって言ってましたよね、誰かポルトガル語で。まあでしょうなと思って、当たってねえな。今日はね、レフリー、やっぱり最初から、僕はゲームコントロールできてないなと思ってたんだけど、ね、ああ、まあ、そうですか。だから、前半に、なんか PK らしきもの、うん、あれはもう明らかに PK じゃなかったわけじゃないですか。うん、もうね、肩に当たってましたもんね。うん、見てもそうですよね。もっとガンとね、主張して、うん、行けよ、やっちゃえよ、みたいなことで、やればよかったんだけど、なんかこう、最初、レフリーも緊張してたのか、うん、ゲームの入り方がすごく悪くて、パリ・サンジェルマンの抗議によってなんか PK 取っちゃった、うん、PK なのかもしれないなと思っちゃったとこが、非常にこう、優柔不断さがずっと出てたんじゃないかなと思う。なるほどね、だからすごくジャッジがこうふやふやしてたというか、うんうん、なんか妙にこう落ち着かないゲームだったと思うんだけどね。だから、うん、パリ・サンジェルマンの選手が転んでファールかファールじゃないかみたいなアピールをするんだけど、もっと早くはっきりしてあげちゃった方が、うん、こうゲーム全体を見てて面白かったかなと思うんだけど、
もうこういうのは取らないよって興味に、なんかすごく見にくかった感じがするね。まあまたね、ネイマールがね、またどうでもいいとか飛んだりとかしましたよね、やっぱりね。いつもの通りにね。結構ただ、でもそうは厳しいね。でも、いや、大好きだから。でもそうは言いながら、やっぱり、フェルナンジーニョもそこでブラジル人らしいマレーシアでね、当たってないのに、やっぱり、レッド取っちゃうとこうまいなと思いましたよ、僕はやっぱり。まあ、まあ、ゲームの中の一つの、物語だから、僕らはやっぱりゲーム見て、何をこう連想するかというと、どっちが面白かったかな、だからどっちが面白いかなっていうと、やっぱりマンチェスターっていうのがやっぱ面白い。まあまあそうですね、でパリ・サンジェルマンはタレントとの勝負をするチーム、ところが今が一人抜けてたんで、やっぱり見応えとしては薄かったかな。だからポチェッティーノも、こうなんていうのかな、やっぱりリスタートでしか点取れない、もしくはクロスボールでしか点が取れない、だから最初から前半からあの外に外にこうボール動かしながら、センターバックの、ブラジルの選手なんすかな、マルキニオス、マルキニオスを前に出ていくっていうシーンでね、あれゆっくりするから上がっていけるわけだから、急いだら上がっていけないわけで、センターバックですからね、やっぱりね、あれは前半の戦い方の一つだったんじゃないかなと思うんだけども、あれ入ってればまたちょっと変わりましたけどね、若干はね、まあ、あの試合っていうのはいろいろ言えるんだけども、まあ圧倒的に、今回のシリーズはマンチェスターシティに軍配があったね。まあまあそうですね、あらゆる面で、まず個としての力、それからグループとしての関連性、それからチームとしての徹底度、この今言った3つを丸三角で比べてみたら、全部がマンチェスターシティに軍配が上がるだろうと。だから試合っていうのはどういう見方するのかなーなんて、まあ、いろんな人がいろんな見方をするんだけど、でも子供の時から聞いてるサッカー、自分が学校でやったサッカー、関わったサッカーみたいなのが印象に残りながらゲームって見るじゃないですか。だから僕と出会って、僕といつも喋ってる人っていうのはやっぱりサッカーの見方変わるわけだし、なんて言うんだろうな、やっぱり単純に、僕ら漠然とサッカーって見れないんで、すごくこう集中して見るわけですよ。今回、YouTube やってるからどうこうじゃなくて、やっぱりこうゲーム見て、やっぱり少し書こうとするもんね。今日も試合終わって、感想文みたいな自分の中で書こうかなと思うと、やっぱりファーストレグもそうだし、セカンドレグもそうだし、ことグループの関連性の良さがマンチェスターシティにあり、それを徹底しようとする、グラディオーラっていう感じに書くだろうね。それからポチェッティーノ、監督変わったけども、まあここぐらいまでしかやっぱり子としては無理だろうね。勝ち切るっていうことはできないと思うね、今のやり方では。グラディオーラだってここまで来るのに何年かかったのって感じじゃない。そうですね、まあ5年かかってね、ようやく決勝の舞台ですもん、次ね、これでね。だから選手が相当喜んでたわけだから、これはシーズンの前からずっと目標だったんだろうね。それからシーズンっていうか、リーグも今度取れるだろうから、この2冠を取るっていうのは波じゃないやね。だから僕はグラディオラもうそろそろマンチェスターシティやめてパリ・サンジェルマンなんか行きゃいいのになと思うよ。もうつまんないだろやることがなくなったよね。だから今回決勝行って勝たせてあげて、もう1年ぐらい休まして、それでもう一回パリ・サンジェルマンでやると、スペインで勝ち、ドイツで勝ち、イングランドで勝ち、イタリアで勝つのか、今回フランスで勝つのかっていうのを一回やらしてみたいね。まあ、つまりモーリーニョが、モーリーニョローマ行きますからね。彼はどこ行っても彼のサッカーをやるわけですよ。だからことグループの関連性っていうのがいかに見てて面白くて、いかに重要で、僕はそういうのが、
グラディオラに一回やらせてみたいのと、もしくはやっぱいろんな監督さんがいて、今回イタリアだとインテルのコンテが勝ったわけだけど、コンテとそのグラディオラどっちがいいのか悪いのかなんて議論じゃなくて、もうこれはもう好き嫌いの話になってくるから、僕はグラディオラが今回チャンピオンズリーグでぜひ勝ってもらって1年休んでもらって、で、まあフランスで1回やって、まあ引退みたいな感じじゃないかなと思うんだけど、もういいじゃないの、マンチェスターシティは。まあもう完成しましたよね、完成というかね、チームできましたよね、本当ね。あらゆるところから攻めれるんだからさ、で油断さしといてスッとこう行くわけでしょ、ゆっくりからどこで早く行くのか、小さくやりながらどこで大きくやるのか、まさにその音楽みたいだよね、抑揚があって緩急があって、僕よくそういうことで活字に書いちゃってたんだけど、最初緩急とか抑揚とか、まるでオーケストラみたいだっていうことを書くと、その読売新聞なんかでも記者さんたちが、そんなのあるんですかサッカーで、なんて言うから、まあとりあえず書いてみなよみたいな、だからなんて言うんだろうな、すごくこうクラシックみたいな部分ってあるじゃないですか、マンチェスターシティは。僕はそれすごいなと思って見てんだけどね、みんながやりたいんじゃないの、ああいうことは。ゆっくりから早くとか、うまいし2つやれるし、それからね、おびき寄せといて、あれはおびき寄せといてやるわけだから、だからどっちにしても僕は今日感情的にいろいろあったけども、最後は落ち着いて、ゲームをコントロールしたマンチェスターシティってやっぱりすごいなと思うわね、だから早く選手変えたっていうか、選手2人ポンと変えて、デブライネ休ましたりシルバー休ましたり、いろんな思いがあって変えてんだろうと思うし、アグエロの件もそうだけど、なんかもうマンチェスターシティ一丁上がりって感じだね。まあ優勝をご褒美に、その球団の考え方とかチーム作りの考え方とかっていうのは、あの世界のファンに、伝えていくべきだろうと思うね。どういうやり方をしたのか、なぜグラデオラを選んだのか、じゃあグラデオラにはなんでこういう選手たちを選んできたのかっていうのがまずあって、じゃあみんなが見習おうっていうものがあって、いやいや俺は嫌だなっていうのがあって、そういうせめぎ合いがこのサッカーの発展につながっていくんじゃないかなといつも思うんだけど、まあじゃあとりあえずは決勝を、まあ、レアルが上がってくるのか、ね、チェルシーが上がってくるのか分かんないですけど、まあ、決勝楽しみにしましょうかとですね。まあ、これ決勝って一発勝負ですよね。いや、これ相当また面白いと思うんだけど。まあ、あの余談だけども、またマンチェスターシティはそんなに攻めないと思うのね、決勝も。ボール動かしながら。相手も、まあ、どっちになるか分かんないけど、織り込み済みで来るんだろうから、結局はギリギリの戦いになるわけですよ。ギリギリの戦い、今日なんかでもパスもギリギリのパスの出し方するじゃない、足が出そうで、出ないとい こう強弱も含めてコースも含めて、あれって全部技術だからね、だからボールを自由に操れるっていうのはすごいことだなと思うけどね、まるで手でやってるみたいだもんね、できますよ日本でも、考えがないからできないんだと。わかりました。じゃあリーさん今日はありがとうございました。じゃあまたちょっと決勝ですかね、楽しみにやりましょう。やりますか決勝。はい、4時起きるの大変だもんね、3時半ぐらいに起きるんだから、そうですね、もうとにかく早く起きてさ、こういう激しいゲームを見ると興奮してもう寝れなくなっちゃうんだよね。田崎さん寝れんのかな。いや俺寝ますよ一回。僕はまだあともう一泊して明日東京に戻りますけども。了解です。はい、どうぞ。はい、じゃあ気をつけて。はい、お願いします。